はいどうも、翔平 TV です。引き続き最強リーグ2023年決勝トーナメント EBC 対ヒュージさんの試合をお届けいたします。さあ、1対1とすごくいい試合をしていたんです。前半戦はですね、概要欄から見てください。さあ、4回表、先頭バッターセンター前ヒットでランナー1塁となります。さあ、2ボールから6番バッター、めちゃめちゃね、深いフライを打ったんですが、レフト野口選手が素晴らしいキャッチをしてアウトとなりまして、ワンアウト、ファーストはセーフ、ワンアウトランナー1塁。こちら後輩の滝沢選手、さあ冒頭でピンチになりました。さあ、こちら抜けてレフト前、さあピンチが広がります。ワンアウトランナー1、3塁のピンチです。さあ、お次のバッターが、はい、変化球で三振、素晴らしい気迫です。さあ、ツーアウトとなりまして、さあ、声かけがやっぱねできるね、 EBC ですからね。さあ、ツーツーから、はい、こちら、はい、フォークで三振と、ナイスピッチです。さあ、1対1、4回裏ね、ピッチャー変わりまして、私が注目している滝沢選手、素晴らしいボールを投げる選手ですね。はい、こちら7番バッター村山選手はレフトフライとなります。ヒュージのピッチャー陣は本当にいい選手が多いですね。はい、太田選手もセカンドフライとなりまして、チェンジ。さあ、5回、はい、こちらもね、高めからね、落ちてくるね、変化球で三振となりまして、ワンアウト。はい、お次セカンドゴロでアウトとなりまして、ツーアウト。この辺ね、本当にね、展開が早くてですね、サクサクいきましょう。はい、次のバッター、これサードフライとなりまして、ファルフライ、ナイスキャッチ。打者凡退、めちゃめちゃ早いんですよ。5回の裏、さあ9番バッター渡辺選手から変わって、早川選手がバッターです。はい、こちらね、ラッキーでね、内野安打です。豪快なホームラン、次は期待しております。そして1番バッター滝野選手、はい、ファーストゴロ、はい、こちらね、セカンドアウトですね。滝野選手はセーフ。さあ、ワンアウトランナー1塁、バッターは松本選手、盗塁、盗塁したんですけどね、キャッチャーがナイスプレーで、ショートもナイスプレーでアウトになってしまいました。相手のキャッチャーがね、ベンチに帰ろうとしますが、まだ2アウトです。さあ、松本選手、はい、こちらセンター前ヒット、まだまだ終わらせません。なんとか1点という思いで、さあ、バッター3番加藤選手、はい、こちらね、刺されてしまいましてね、ファーストファールフライということで無得点と、惜しいです。さあ、6回表、あと2回しかありません。はい、こちらファーストゴロの連携、素晴らしい、長い、背が高い、さあ、ナイス連携でした。ワンアウト。はい、こちらのバッター、セカンドフライですかね、はい、ナイスキャッチ。さあ、2アウトとなりまして、はい、キュルキュル来ました、キュルキュル、星選手うまい、素晴らしい、三者凡退です。さあ、6回の裏、なんとしてでも1点欲しい。バッター4番野口選手はフルスイングしたものの、サードフライとなってしまいました。もう声が聞こえますね、悔しい声がね。さあ、5番引き選手もサードのね、いいプレーでアウトになってしまいました。2アウト、簡単に2アウトにさせない。それが6番中西、はい、ズドーンといったボールでですね、もうびっくり、すごいボールですよ、滝沢選手。さあ、はい、こちらスライダー、なんとか止まりました。中西選手、余裕の表情、まだまだいきます、チャンスを作ってくれそうです。ワンボールツーストライクから、はい、惜しくもね、フルスイングしたんですけどね、同点のまま最終回となってしまいました。
7回の表ですね、バッターいいピッチングした滝沢選手、はい、フォークで見逃し三振と。高めのフォークはやっぱりなかなか難しい、見極めるのが。さあお次のバッターがファーストゴロ、はい、こちらいいプレーで、はい、セカンドからファーストに変わっていた滝野選手がナイスプレーということで、素晴らしいプレー出ました。この後四球でランナー一塁となりまして、ツーアウトからはいサード中西くん、はいファーストアウトということで最終回の攻撃です。さあこれね、同点だったらタイブレークがあるんで、なんとしてでも決めたい。7番バッター村山選手、さあ村山選手もね、俊足でね、バッティングもねすごいですから、さあベンチで大声出して期待してますよ。はい、2-2となります。はい、こちらね、三塁線抜けてなくてファールと、惜しいですね。さあ2ボール1ストライクになりまして、お次のボール、はい、真ん中のまっすぐですかね、甘かったようには見えましたが2ストライクです。さあ2ストライクになりまして、さあ村山選手、はい、なんだこれは、おっ、これは高々と上がって打球は落ちた、レフトの後ろ、レフトオーバー、足速いんでね、スリーベース、ホームまで行けずストップということで、スリーベースさよならのチャンスが飛び出ましたね、村山選手やりました。角度完璧、もうちょっとで入ってましたね。さあノーアウト三塁、さよなら大チャンス、バッターは太田選手、8番太田選手、さあ余裕な感じ、進塁打でもね、フライでも何でも OK ですよ、これでさよならですから。さあ三振だけはやめて、はい、さあ変わったピッチャーもね、すごい速い球を投げておりました、ズドンといった感じで素晴らしい。さあ太田選手2ボールからまずは見ていくのか、振っていくのか、これで決まるのか、どうだ、はいはい、これはまさかこれは太田選手が右手を上げる、さあこれ携帯のアングル、まさかの柵越え、劇的なホームラン、素晴らしい、なんという試合だ、決勝で同点でサヨナラがホームランという、素晴らしい、太田選手踏んだか、 OK、 最高ですね、これはまさかのあれをしてしまいました、素晴らしい。さあ素晴らしい試合でした、ヒュージさん、またぜひともね試合してください、いい試合でした、今後ともよろしくお願いします。いやー、これはやりましたね、ピッチャーの星くんも7回完投、打撃もさよなら、いいとこ出ましたね、素晴らしい、最強リーグ、ヒュージさん、この優勝のね感じすごい楽しかった、翔平 TV2024 年、この一体感の感動をつかめるよう今後とも頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 EBC 野球部メンバー募集中、翔平 TV と一緒に野球したい方はぜひとも応募してください、動画の概要欄に EBC のホームページ載せておきます。翔平 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、これ着て野球やろうぜ。